はい、皆さんこんばんこばはヒロです今日はこんな感じでちゃんとしたセットで動画撮ってますで今日の話はアメリカのディーラーですあディーラーかーと思ってディーラー行くのあんまり私好きじゃないんですよねでその中で、まあ、ディーラー話ですね今までね記憶にあるのは3回行ってますディーラー3回 1> で、えー、1回目からねこう順を追って話していくんですけど1回目行ったディーラーは、まあ、私の2代目の車ですねアメリカで2代目の車でこれを知人から買った時に、えー、っとクラクションが鳴らないっていう話だったんですよプープーっていうこう鳴らすやつねでクラクション鳴らないっつってでもこれ危険だよねっていう話ですよねだって何かあった時に ククラクション鳴らしたいときにならなかったらっていうこれもう安全上の問題なんでまあ非常にねちょっとねあこれ直さなきゃだめだなと私思ったんですねでその時にえまあクラクション交換かちょっと分かんないんですけどまあ自分で部品直せんのかなと思ったらまあどうもねちょっとねその辺はやっぱりメカニックの人じゃないと分かんないなっていうことでえディーラー行ったんですよでその時ホンダ乗ってたんでホンダのアコードだったんでホンダの近くの ディーラーラに行ったんですよねでそしたらねこうパーってチェックしててで最後に言われたのが「うん、まあこの車古いし、えー、多分電気系統の問題だと思うんだ」って言ってでこの電気系統、うんまあ、ここの1箇所だけは直せないからこ全部この配線の,、うん、そのワイヤーっていうのかな、えー、っていうのをもう全部変えなきゃダメですよっていう話になってでそれを全部変えると おいくらになるんですかって言ったら10万以上かかるだろうっていうねまあそういう予測だったんですよねうんでまあ迷,迷わずうんそれはちょっと高いんで申し訳ないっていうことでね、えー、点検だけしてもらってでもでもその時お金は取られなかったような気がするんですよねそのチェックする用のお金はねうんでその後に今度一番自分家からまあその時住んでたところから近いメカニックのところに持って行って、うん、これなんとかならんかねって言ったら んなんかねこんな本なる部品あの変えただけでね100ドルちょいぐらいで変えてもらったんですよ、まあ、そこでねちょっとあんまりねディーラーの印象っていうのがねんっていうねあのちょっとなっていうね、えー、思いましたねやっぱみんな値段高い高いっていうけど、まあ、その代わり部品の部品は純正だし整備をしてくれるメカニックの人はそれなりの知識とそこのディーラーに勤めるっていうためのライセンスじゃないですけども まあ何かしらの、まあ、その技術があってのそこで働いてるっていうことなんでうんまあ品質とか技術っていうのは確かだと思うんですけどまあその仮に値段高いよっていうねまあそういう話でまあ私にねすごいこう植え付けられたんですねそういう感覚がで2回目二回目に行ったのは、まあ、まさに今私が今これから売ろうとしてくる売ろうとしてるその車ねでこの車をまだそのまた すごいお世話になっっっててる人から譲ってもら譲もた時でえこれ譲ってもらった時にあもうこの車すでにこことここの動き悪いからここはあの俺がちゃんとお金を払ってえ修,理修理代出すからあの自分でディーラー持ってってでそこでえーこう修理してもらってでその時のお題はそこの部品についてのお題は あの俺払うからっていう風に言われて、で、まあ私も、あわ分かりましたって言って、えー、そのまま、えー、その今乗ってる、ダッチの車の、えー、ディーラーのとこへ行ったんですね。はい。で、えー、まあ、こことここが壊れてるんで、えー、ちょっと直してくださいって言ったらですね、まあ、まあ普通なんでしょうけどね、やっぱ1時間半か2時間ぐらい待ったんですかね。はい。で、その後にね、こう、ファイルを持った、こう、 店員さんの人がね、こうパーって来てですねあ、あのこの車、こことこことここ直さないとやべえぞって言われてね、えー、こうそのファイルにいろいろ直す箇所、うん、まあその注文してた箇所っていうのはもうすでに直してるんですけど、まあ、それ以外のあ、こことこことここもう悪いから、ここは直さなきゃダメだよっ,つって、これから直すけどどうするって言われた時にですね、まあ、金額見てビビりましたね。 うんまあ、英語でこう、しかも殴り書きで書いてあったんで、まあ、一体何のことを言ってんのかなっていうのは、私にはもう全く理解できなかったんですけど、でその時にね、確かね20、20万ぐらいしたんですよね、全部のこう項目がね、20万ぐらいして、20万だったかな、20万を超えてたっていうのは覚えてるんですけど、で、えー、いやいやいや、いいです、いいですって言って、うん、で、その時、ディーラーさんのまあ態度っていうかね、 なん直さねえのかみたいなだからそんな風なね、えー、ちょっと態度だったんですよね、うん、でまあまあアメリカのう、まあ、そうディーラーとかの人はまあそういう風な感じなんだろうなっていうねまあもともとそのサービス業日本みたいなこう丁寧というかねお客様は神様みたいじゃなくてやっぱりそうこ「こっていうのをねこう主張するというかこうう別に 俺はお前の下、下なんじゃねえぞみたいなね、やっぱ対等の立場で話してるんでね、えー、まあそういう違いがあるのかなとも思いながらも、なんか、へえ、直さねえのかみたいな、まあそんな感じに、まあ私は受け取ったんですね。まあそれはまあ私の感受性の問題ですけど、そう、それで、まあ20、20万以上のその整備はやめて、 うん、でその後ディーラーはまた私あの帰ったんですねでその後にまあでも直さなきゃいけないとこがあるんだったらっていうことで今度は別の日系の車屋さんにそのファイルをですねまあ、持っていって、まあ、その日系の車屋さんのとこ持ってたんですねでそしたらそこの車屋さんはこれ全部でやったら、えー、10あこれ必要ないねこれ必要ないねとか言ってこう削除してって。 ここはここはつってで最終的にえー、っと確か10万円ぐらい,いやそれでもね10万円ぐらいだからやっぱりねこうメンテナンスみたいなところでねこう変える必要があった箇所はあったらしいんですけどそれも10万ぐらいで済んだんですよねうんで、えー、まあ買ったばっかなんでその中古で私のお世話になってる人から買いましたでちゃんと壊れてるとこは整備をして、えー、っていうことで、えー、その 時はまだ私の車もね、車はもうバンバン剤だったんですけどね、まあそれがね、こう、時を経てね、えー、今、えー、だいぶちょっと参っちゃってるっていう状態なんですけど、それが2回目のディーラーのね、えー、まあちょっと、あやっぱ高いなっていうね、えー、元々が高いなっていうね、うん。で、えー、3回目はですね、この私のね、えー、妻ですね、えー、私の妻の車がですね、まあとうとう、うまあポンコツになったっていうか、まあこの状態だと車検通りませんよっていう状態になったんですね。 うん、で、あこれまずいねっていうことになって、で、そしたらね、えー、っと、まあ、ちょうどあの、在庫がない、在庫がないっていうピークの真っ只中だったんですね、もう車がない、車がないって、みんなが大騒ぎしてて、で、もう中古車の値段が上がってるみたいなね、えー、まあそんな真っ最中だっていうような気がするんですよね。で、その時にディーラー行って、まあ、じゃあちょっと、リース リース契約の話だけちょっと聞きに行ってみようかっていう感じででディーラー行ったんですよねそしたらまあねそこのディーラーの人はやっぱりもうセールスパーソンなんでまあねとにかくね、うん、リース契約もまあ彼らにとってもやっぱすごい良いい、えー、取引なんだと思いますよ新車を買うとか リース契約させるとかっていうのはねだってほとんどまあうちの場合はそのリース契約をした車は最終的に買おうと思ってたんでまあ最初は話だけ聞きに行こうとで最終決断はまあ家に持って帰ってそこで話して決めましょうっていう話になったんですけどまあねその時のディーラーの人もねまあご利用しでしたねすっごいご利用し、うん、だったで話も長いしさずっとまあこのプランがどうのこうのってこうパーってやってさ で、えー、一応ね、俺たちもね、まあ、まあ、話聞いたから、まあ、ちょっと一回持って帰るわ、みたいなね。で、まあ、妻もさ、言い訳なんかでさ、あまあ、うちの父親、まあ、すごい車詳しいから、まあ、一応、まあ、家族とも相談するために、みたいなこと言ったら、まあ、引き止めがあの激しくてね、引き止めが、こんな条件も出してんのに、これで契約しないんですか、お客さん、みたいなね。うん、そういった感じ。 だったんですよねほいで今月末だからこれもし月またいだらまた値段今今この提示してる値段では出せないからっつってで今これぐらいもう引き下げてるんですよあなたたちのためにみたいなさそんな感じででもまあ俺たちも帰りたいからさ俺仕事の前だったんで、ね、もう行こうよっつって、えー、まあ話したらまあまあちょっと待ってよっつってねでまたマネージャーの部屋まで行くんですよねうんでそれでマネージャー部屋行って帰ってくるのがまた15分とか10分ぐらい かかってくるんですよでそれがね2回ぐらいあってなんかあ「金額確認してきます」みたいなやつでそれで2回ぐらいあったんですよねでそれだけでもう30分ぐらい経っちゃってるからで,で最終的に2回彼行ってでまたその合間に説明するでしょで今度そしたらあのマネージャーまた聞いてくるんですよこのマネージャーが出てきてさで今、まあ、こういう全米がこういう状態でもうあなたの希望してる まあこの車はだんだ,と、うん、だこれもう最後の1台だからこれ逃したらもう次分かんないよみたいなねでこんないい条件出してるから、うん、もう契約した方がいいんじゃないのみたいなねまあその,高圧そのマネージャーは高圧的じゃなかったんですけどまあそういうふうな優しい感じでこう言ってでもう,うちの妻も,もうその額で、うん、確か300以下で乗れるんですよ毎月。その代わり あのー、私が頭金ドーンってでかいやつ払ったからその金額でいけるっていう話でこの頭金が少なければ月々の額が上がるっていうねまあそれだけのただのバランスの話なんですけど、まあ、妻はねあまあ頭金払ってこの値段でリースで乗れるんだったら新車をねいいじゃないのみたいなねで我々折れたんですねまあなんだけどもそのあとうんなんか見せてた後にあのマネージャーとそのセールスパーソンがさ すっごい俺たちやってやったぜみたいなさ、まあ、話してるだろうなと思ったらさもうすっごいなんかもう頭にきてさ俺もだんだんでうーんまあ結局ね車はまあパッとリースできてうん来たんだけどまあリースはねリース契約はリース契約で俺はおすすめしない、うん、おすすめしないけどね、うん、まあそういう感じでね、えー、ディーラーのそのセールスパーソンっていうのはねすごいね 私苦手なんすよね、うんまあ、その最後ののとどめだねその3人目の,あそのディーラーの経験したその3回目そのセールスパーソンのこの推しっていうか家にも帰させないマネージャーに聞いてきますみたいな、まあ、まさにこうセオリー通りのそういう売り子なんですよね。うん、でもねまあもちろんそっちの面識もね 家族彼と家族でもない、ただの私とあなたは、えー、こうビジネスのねこう、やり合いをする、私は安く、一番安い値段で買いたいと思ってるで、彼らは一番高い値段で売りたいと思ってるっていうお互いのこう戦いの話の中なので、まあ、そこはね、まあ何とも言え,言えないけどさ、なんとなくね、こう感じ的にね、こう 戦って帰ってきたみたいな感じになるからだからあんまり嫌なんですよねディーラーに行くのは今回は一緒に妻はあのついていこうかって言われたんですよねだけどもさねえいつも「いやアメリカはこうなんでこうなんで」とか言ってるくせにさ車を見に行きますとかさそんなのも妻なしじゃお前できねえのかよみたいなさ なんか俺もそういうの嫌だなと思って。だから明日俺一人で行ってきて、で、ディーラーの人とこうちゃんと話して、で、えー、明日はね、決めないって心に決めてます。うん。明日は絶対決めない。もう帰るからっ,つって。で、明日の用事は、ディーラーとの用事は、今俺が乗ってる車をトレードインって言うんですけど、だから下取りね、下取りを、えー、車の状態見てもらって、あこれいくらでうち買い取ります。で、私この車欲しい。で、その差額を私払いますっていうね、えー、そんな感じの。 話のの流れになるので、まあ、私はとりあえずねそのディーラー価格が知りたいんですよ。今乗ってる車のディーラーはいくらぐらいで買い取ってくれるのかなっていうのを知りたいだけなんですよね。なのでそれが達成されればもう明日のディーラーの用事はないんですけどね。まあただね、カモがネギ背負ってきたっていう状態になるでしょうから、やるかやられるかですよ明日は。うーんだけどなんでこんな気持ちになるかね。ということで、えー、今日は戦の前の動画、えー、ディーラーの思い出とともに 動画撮ってみましたではまた明日